心理学を面白く楽しく、ま、理解をしていく、学んでいくためのチャンネルです。動物占いはですね、動物キャラ、個性を動物のキャラクターに例え12分類、狼、小鹿、猿、チーター、黒ヒョウ、ライオン、トラ、タヌキ、コアラ、ゾウ、羊、ペガサスですね。これをさらに、ね、個性心理学は60分類に細分化、そして本質キャラ60、表面12キャラ、意思12キャラ、希望12キャラ、レール10種かけて1,36,800通り、まあ実際運気も入れるとこれに男女があるのかける2になるので約200万通りの中から皆さんの個性の傾向可能性をまあ紐解き、そして自分自身、自分らしさって何なのかということをまあ気づき、そして皆さんの大切なご家族、友人、知人とかね、さまざまそういった方々のそういった個性の違い、価値観の違い、考え方の違い、やり方の違い、さまざまな違いを否定せずに、さまざまな違いを認めて受け入れる、肯定して認めて受け入れて許していく、そういった心の在り方につなげていく、そのためのヒントとしてですね、まあ皆さんに情報提供していくチャンネルになります。ということで今日の内容どうぞ。どうも柴犬です。はい、先ほどですね、今更っていう感じですけども、この柴犬チャンネル、じゃあもうカミカミですね、柴犬チャンネルって何やってんのとか、どういうこと伝えてるのって、まあ多くの方ですね、何かで個性心理学を学んだりとか知っていただいた方がチャンネル登録してくださったりだと思うので、まあ聞くまでもない内容かもしれませんが、改めてですね、そういった文言というかを1分ぐらいだったのかな、はい、ちょっとまとめて、はい、チャンネルのてか動画の一番初めにパーンとこう出てくるようなのをさっき撮りました。さっき撮ってそこで使ってるとか、そこに書いた内容をそのまま残します。なのでせっかくなのでね、もう一回復習というかおさらいのような感じでありますが、今日この内容に触れたいなと思います。そう、個性心理学は動物占いは12分類だったのに対して、個性心理学は60分類ってめちゃめちゃ細分化されてますよっていうか、めちゃめちゃ何倍違うな、10倍は120だからな、5倍か、5倍ね、はい、10と12の最小公倍数で60と、これ意味わかります？うん、10というのは実感です。実感、12は12子ですね、はい、なので10感12子、これで干支になります。なので干支、まあ今年は多分ね、水のとう牛ね、牛で、間違え、牛じゃないよ、水のとうさぎです、はい、なので水のとうさぎのうで干支なんですよ。だから今年の干支なんですかって言って、うさぎだよねは、あなた12子しか喋ってませんよって話なんですね、はい、これはどうでもいいんですけど、でその60なので、60年に1回自分が生まれた時と全く同じ干支が来るから還暦、まあ生まれ変わるかどうか分かんない、まあ戻ってきたよっていうことで60歳をお祝いするっていうね、まあ感じなんですけどそういう話をしてどんどん伸びてしまうので、すごいなと思うところはですよ、本質だけで60分類、まあざっくり12分類でも、ああなるほどね、確かに羊のキャラクターあるよね、なので私は大学というか大学卒業して社会人になったすぐぐらいですかね、やっぱり動物占いの本買ってました。信じる信じないというよりもやっぱり羊さんとしては情報収集、情報が命だと思っているので、まあ、知らないよりは知ってた方がいいというか、そしてやっぱり自分の中でいろんな悩みがあったので、なんで私こうなんだろうって、やっぱり何かの答えを求めるというか、ある意味答え合わせのような、そういったことで多分本取ったと思うんですね。うん、そこで、ああ確かに確かに羊の運、キャラクターの部分、うんそうだね、でもそうだね、だけどそれが全てじゃないし、いやもっとこのキャラクターもあのキャラクターもこういうところ当てはまるよね、だから一部の話なんです、一部の話、あなた、でも個性心理学はだいぶ全部とは言いません、全部とは言いませんが、かなりの部分をお伝えできるというか、今日ですね、とある方のちょっとこう見た時に、そう見たくない自分、ひた隠しにしておきたかった自分、なんならめちゃめちゃ否定してる自分、ここダメ、あそこダメ、なんで俺私はこんなんだっていう嫌な目をそらしてきた自分も見えてきます。なのでこういう喋り方すると柴犬さんの接触を受けたくないとかなっちゃうかもしれませんが、何言いたいかというと、そこにズバッと切り込みます。ニコニコしながらやってますけど、そこをまず知る、ちゃんとフォーカスする、焦点当てる、そこから逃げない、ひた隠しにした方自分逃げない、そして
もう一回そこの自分を自分で光を当てて自分で認めてあげる、許してあげる、まあ、認めてあげる、受け入れてあげる、許してあげるとかってやっていかない限り本当の自分にはなれない。だからダメージです。私はそれを日々繰り返しやってきたので、もうほぼほぼオープンにできます。過去の失敗、恥ずかしい思い出いっぱいありますよ。でもそれ隠してでも実は誰も気にしてない。俺も私も私もでいっぱいいるんですよ。だからダメダメなところというか、そういうの出した方が共感してもらえるというか、うん、別に共感してほしくてんじゃないですよ。でも人ってやっぱそういうところを知って、安心するわけですよ。安心感欲しいわけですよ。自分は間違ってなかったんだって、自分は何も悪くなかったんだと、うん、ということを、まあ、この構成心がだから細分化して103万6800トリですよ。同じでいるわけないですよね。今事故何億、70とか80億ぐらい、もうこれで割ってもうって割っても計算できませんけど、だとしてもだから同じ、全く、ね、西暦から全く同じ誕生日で生まれて、そして性別も同じだとしても両親が違う、環境が違う、 100% 同じになるわけないですね。私の場合あのね、ミクシー、今またねミクシーがちょっとね話題になりつつあるというか、また再燃するかもしれませんけどね、ミクシーを作った創業者と全く同じ誕生日です。なので、あ、ミクシーというサービスを作りたくなる理由というか、そういったものがめちゃめちゃ分かるわけですね。なので早くこの方本出してくれないかなとかね、うーんって思ってるんですけど、もうあるかもしれませんけどね、いくら探しても私は見つけれなかったんですけども、あったらその方の本を読んでみたいなと思います。で、ちょっと話取れましたけども、だから103万6800通りの中からですよ。でも私の場合ですよ、私の、まあ、別に何通りは変わらないと思います。何通りっていうこの通りは変わらないんだろうけどもですよ、本質、ね、表面意識も、まあ、ここでいくと全部違ったら4キャラですよね。12分の4つのキャラクターが出てきます。でも私の場合はこれにさらにですよ、理想というキャラクターだったりとか、まあこれは本質の60分の1キャラクターとある意味一緒でとかイコールでくっついてくる内容なんですが、ここにとある隠れキャラみたいなものが、隠れなのか裏なのかはね、そう、はい、そういったものが存在する。そしてまあレールの影響だったりね、まあ、この60分類というのはリズムというね、個性心理学でリズムというふうなものと組み合わせて60分類やってるので、ただこのリズムがいろんな影響を及ぼしていくならば、そう、皆さんの個性の中にさっき言った通りですよ、本質表面意識この4つのキャラが全部違っても4種類しか出てこない。でも柴犬の読み解きやると4じゃ終わんないですよ。6、8、10、12の人もいましたよ過去に。全部じゃんみたいな。あ、全部の個性持ってる。うわ、だったら分かんないよね自分って。でもそれが正しいか正しくはではなくて、そういうふうなものを持ってるならブレるよねとか、ブレまくってるよね、間違ってなかったんだ、あ、いいんだそれで、よかったんだって思えるようになるってことです。昨日もありました、昨日もいただいたメッセージの中に40年頃でずっと悩んでましたと、でも、ね、この個性心理学をきっかけに、あ、いいんだと、間違いじゃなかったんだと、やっとなんか腑に落ちて許可出せてよかったんだと、でその嬉しさをメッセージでくださった方がいます。私はね、まあ、10年前に個性心理学でやって、それができたから、でも今でも日々やってますよ、日々それを繰り返しやってますが、そう、そういうことに気づけて、自分の全体像が見えたからこそ、あ、今このキャラクター出てる、今あのキャラクター出てると、そういった自分のこうね、心の動きみたいなものが見えてくる。まあ、常に自分を俯瞰してる。まあ、俯瞰っていうのはね、私本質のキャラクター羊なので、羊のキャラクターの一番の能力が俯瞰、客観視というふうなものなのかもしれないので、だから私はそれを当たり前のようになってる。皆さんが私のように同じようにできるかもしれないし、できないかもしれない。でも、そういうことをやっていただいた先にどうなってるかと、自分を信じるという、自信につながるという、不安はなくなる。あ、なくなるって言ってないですよ。ゼロじゃなくなりますよ。だいぶちっちゃくなる。いいんだ、これでいいんだって、自分を信じる力っていうのを、まあ、持てることができる。その
本当に言うと人を否定する必要もなくなってくる。うん、人を責める必要もなくなってくる。みんな違ってみんないい。間違いは間違いね、個性の違いとか違いは違いでて間違いじゃないよと今日のブログに書きましたよね。間の違いです。距離感の違いです。そういったものの違いがあるってことを分かれば同じものを求めても意味ないし、ね、議論を、ね、議論を重ねて一つの答えを目標を持って、ね、そこの目標に行く、その目標を決めるのは必要かもしれない。でもここにどういう意味で、どういうふうな理由で意味、信念、分かんないですよ。そういったものがみんな違い、いいわけですよ。それぞれのものね、持ってるものを生かしてというか認め合いながら同じゴールを目指せるわけですね。みんな全て同じなんて、解任と書いて無駄ですよで、私の師匠が言ってもらって、個性心理学の師匠じゃないですからね。はい。でも意見のすり合わせ、妥協というのを時に必要だということです。でも自分の意見を押し通そうとしますよね。だから衝突する、ぶつかるってことです。さっきもですね、ワイドショー見ながら、まあ、芸能人の離婚、そう、価値観が合わない、当たり前ってことです。言葉悪いですよ、言葉悪いですよ、バカじゃないかと思います。夫婦は価値観のすり合わせ作業なんですよ。同じ、一部同じかもしれないですよ。似てる子はあるかもしれませんよ。笑いのツボが同じかもしれないですよ。でも圧倒的に違うところがほとんどなのに、なんで価値観の違いが離婚の理由になるってことですよ。何学んでる、いや学んでないならそうなるんですよね。すいませんね。はい。で、私は思いますということです。また戻りますが、それだけ細かく細分化している。まあ、さっきも言った、ただね、個性診断、個性診断、カルテというふうな。うん。そこから、そのレポートはもう103万6800通りの中の一つになります。うん。の1のレポートになります。でも、そこには見えてこないキャラクター。どこにも出てこないんですよ。どこにも出てません。今、いろんなその知識、情報読み解き方っていうのは、出てはないと思います。それを使って紐解きます。でもそこにない、そこに乗っかってない、そのレポートにない個性が原因でめちゃめちゃ皆さんは悩んでるかもしれないということです。自信が持てないかもしれません。だからさっき言った通り、見たくなかった自分、触れたくなかった自分、そこも私は覗かせます。で、あなたはそれをそこと向き合って、時間かかってもいいです。全然時間かかります。でも、自分最終的にですよ。最終的には自分で自分を救うしかない。自分を自分で助けてあげるしかない。それをやれた人が人をやっぱ助けられるだろうし、心の底から心底ちゃんと助けられるんだろうなと思います。なんでね、真面目な話もちょっとしましたが、その変化を見させていただくというか、その変化のお手伝いができるというのが本当にこの仕事をやってて、まあ、ありがたいなと思うし、嬉しいなと思うし、何よりもね、皆さんのはぁっていうね、腑に落ちた時のさっぱりした感じとかね、ああいうような表現をやっぱり垣間見ることができるというか、皆さんが長年悩んできた答えが一瞬で解決するんですよ。それが腑に落ちた状態です。腑に落ちるということです。それをお手、それいっぱいあるのが個性心理学だし、そっかそっか、その場で私のやり取りですぐに納得できなくても全然 OK だし、ただその投げかけをしたことによって、私が投げかけたことによって皆さんは自分自身にその投げかけをどっかのタイミングでやっていく。その時にああそういうことかって、どっかでパッカーンするタイミングが来るってことですね。パッカーンって何年ぶりに作っただろう。はい、なんてね、何度も言うとさっきも言った通りですけども、そのきっかけ、そのお手伝いをするのが私の仕事だと思ってますし、また戻りますが、個性心理学はそういった細分化することから皆さんのいろんな側面、側面って言っても明らかに自分です。全部自分です。割合が違います。割合というかね、年齢でも違ってきます。年齢年代で内面外面、場面が違えば出てくる自分も違います。でもその全体像を自分でつかめることによって、この自分が出てきた、あの自分が出てきたということも推測、予想、推測なんか予想できる、出てくるだろうっていう予測ね、出てきたなっていう今をちゃんと捉えることができる。
これが出てきて、なんでなんだこの自分って、それを否定するから、でまた違う自分が出てきた、またこれ何って自分を否定する、否定の連続なんですよ。自信持てるわけないですよね。ということで、まず自分というものをちゃんとしっかり知って、そして明らかに認めて受け入れて許す、自分という個性を何だろうな、否定せずっていうと、否定という言葉だけが残るので結局否定してしまう。だから自分という個性、自分の個性の全てを肯定的に捉える、そしてそれを明らかに認めて受け入れて許す、これを日々この個性心理学を活用して皆さんにやってほしいなと思うし、それをやればやるほど自分という人間を許す、だから自己肯定感が上がる、いや自己肯定感というか自己肯定ができていくので、結果的に自己肯定感上がるよねと。この自己肯定と自己肯定感っていう言葉が私はずれたと思うんですよね。なんか感覚だから、俺はこんなに肯定感高いよって言いながらね、いや私低いんですって、低いって喋ってる人がめちゃめちゃ肯定感高いとか、ね、あくまでもその人の感覚なので、感覚って測れないじゃないですか。だから自己肯定さえすればいい、あらゆる自分を知って認めて受け入れて自己肯定していけばいい。まあ、それで非常にそれをしやすい、そういった作業をしやすい学問が個性心理学だなと。なんか久々にだいぶ喋りましたね。なんでしょうか。まあ、それが中国ですね。はい。まあこういった内容もですね、今後の皆さんのヒント、参考になれば嬉しいなということで、まあ、お届けをさせていただきました。ということで終わります。ありがとうございました。